演武開演。どうも、本日はこちら神戸屋さんの冬だけ濃厚パテモカを食べたいと思います。なんかここに書いてありますね。何でこれだけこだわってるってよくないかな。カフェオレじゃなくカフェモカ、大人向けということなんでしょうか。ではいただきます。オレとモカの違いはよくわかりませんが、濃厚で丸。カフェオレとカフェモカの違いはよくわからなかったのですが、まろやかなミルクの風味が程よいコーヒーの香りとともに口の中に広がって、ただのチョコやコーヒークリームとは違う美味しさは確かに感じられました。ふんわりとしたおなじみの生地もそれを引き立てています。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。